わざわざご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。ちょっとね、さっき真田幸村の動画はね、まあ、暴言が多々ありましたが、まあ、今回純粋にモンスターストライクさんさすがってことでパンドラ使ってやっていきましょう。熱き遊撃の特エルはね、全部で2体しかまだつけられませんでした。時間的な問題ね。でフレンドにいい感じのね、これ頭いいよね、平明と照明をつけたパンドラ。多分こういうのが一番使い勝手いいと思う。というわけでね、ダマスカスでやっていきましょう。まあ、結構ね、いろんなクエストを皆さんもやられてる動画出てたんですけど、まだ誰もやってない動画と思ったら、単純にダマスカスがまだちょうど今日降臨したばっかだったんで、これ使うのはちょうどいいんじゃないかなってことでやっていきましょう。パンドラなんですけど、もう何も言わなくていいよね。友情コンボ。友情コンボが、3方向の追従貫通弾。これね、昨日のニュース見たときに使ってみた動画を見たときは、やーべえ強いと思ったんですけど、まあもちろん強いことはバカみたいに強いんですけど、一発の威力が、これが普通かな ?6662。だから通常の追従貫通弾よりも、だいぶ落ちるんだよね。まあ、3本もちろん当たれば全然ね、強いんだけど、2倍ぐらいになるのかな多分威力的には、総合的に。あと攻撃範囲もすごい広いから、サソリも処理できるし。すごい強い友情コンボだったんだけど、ただ、正直威力を落とさなくてよかったんじゃないって気はする。多分これの攻撃方が来て、ようやく、今の時代のぶっ壊れ友情として言えるんじゃないかな。もちろんこの時点でもアホみたいに強いけど、強い使い方で言うと今みたいにこう、倒したい敵の近くに1体配置してあげて、そいつを引っ張ってあげる。そうすると信じられないぐらいダメージ稼げます。で、ここからね、まあ、ダマスカスで、ここが強いよっていう点。まあ、さっきね、実際これ1回やってみたんですよ。まあ強かった。何が強いかっていうと、まずバリアが張れる。バリアが張れるとどうなるかっていうと、画面全体の防御力ダウンを敵のみにね、できちゃうんで、なるだけね、3体うまい具合に触れて、バリアを張りまくってあげると、攻略としてはすげえ楽。まあもちろんこれ運枠ゼロだからあんまりやる人いないだろうけど、今3と1がね、バリア張ってるんですけど、この状態でバジリスクを倒してあげると、こっちのね、防御力ダウンがあんまりしない状態。だこれさらによく、2P も張ろう。2P も張ってあげることによって、これでもう、防御力ダウンするキャラは1体だけ。ってことは必然的に敵の火ダメもめっちゃ落ちると。最高だね。で、ドレインでね、まあまあ実は結構回復するんですよ。ドレインって、もちろん通常のアビリティ回復に比べれば回復量すげえしょぼいんですけど、ハマったり、弱点ガンガンガンってしっかり殴ってダメージ稼いであげると、これまた回復量すごいんですよ。だから、実はね、このクエストにとても向いてるんですよね。で、これさっき私が発見した、てかもう元々のそういう設定なのか知らないんだけど、サソリっているじゃないですか、このサソリさん。このサソリさんにパンドラの SS を打つと、なぜかね、20食らうんですよ。で、防御力ダウンしてると、40食らうんですよ。なんでかは知らない。こいつってあくまでヒット数によって、ダメージが決まるもんだと私は思ってたんですけど、そういうわけじゃないのかな。それかパンドラボックスが単純に、そういう仕様なのかもしれない。あのね、右上にヒット数出るじゃないですか。すいません、喉が。ヒット数を見ると、別に、通常なんですよ。要は、4体やったら4みたいな。ヒット数なんですけど、ただサソリに食らってるダメージは、20、または40。何なんだろうね、この違いは。よくわかんないけど、とにかくサソリもね、多少処理ができるということで。ここだよね、ここ。ここは、ちょっと、やりようがないけど。まあ、あくまで友情引っ張るしかないけど、でもサソリの処理もお手のもんですよ。ね。ちょっとお手のもんつってこれは悲しいけど、これね、真ん中のサソリで倒しましょう。真ん中サソリで倒してあげると、ヒーリングオール出るから。これ大事。この位置で引っ張ってあげてもね、他にも結構稼いでくれるんで、12、12、13、11と、結構周りにも一つを稼いでくれてます。だからね、結構、ヒット数は稼げる友情コンボなんで、要はね、なんだっけこう、ヒット数に変わってドロップする、ダメ取りか。そう、ダメ取りとかもね、案外狙えるんじゃないかなと思います。じゃあ、ボスやっていきましょう。今のところ苦労する要素ゼロ。さすが超最新型の重心化キャラ。真田幸村に対する扱いとは大きく違いますね、運営さん。はい、じゃあ上の、まずバジリスク倒していきましょう。と思ったら右を処理する。まあ今のドレイもね、地味に嬉しいところ。倒す前になるだけバリア張りたかったんだけど、
これ晴れっかな。でも張ったら倒せない気がするけど。晴れた。あとは友情の運次第だよね。 OK、 これで2体は防御力ダウンなしと。このクエストで防御力ダウンを回避できちゃうと、もう本当にクソ食えになっちゃうんだよね。だからアスカとかね、多分適性が高いんだろうけど、エイティフィールド持ってるからね。バリア張りながら暴れる。でこの友情コンボ、これはねちょっとずるいよね。さっきは確かに威力はちょっと低めとは言ったけど、もちろんさ、1本の追従貫通弾と比べて低いだけであって、単純に現状ある友情コンボの中だとまあまあ最強クラスだよね。ただ若干配置ずれ大事だけど、エクスカリバーとか、あとは全敵貫通六甲衝撃波とか、そういうのと比べるとちょっと使い勝手はぶっちゃけ悪いんだけど、まあでも全然これありじゃないかなと思う私は。じゃあとりあえずね、証明していきましょう。1段階目です、これは。ごめん、さっきね、2段階目だったから、1段階目ダメージ入んないかもしんない。入った、ほら、21。でもヒット数は4。どういうこと？そういう仕様なのかもしれない。でも、サソリが防御力ダウンしててもに、20ってことは、やっぱね、防御力ダウンプラス2段階目で40ですね。なんでかは本当にわからない。もうサソリっていう概念がぶっ壊れてるとしか思えない。だってね、今までサソリって言ったらもうヒット数稼ぐか毒で瞬殺するかしかなかったのに、もちろんそのためだけに SS を持ってくるのはちょっと効率悪すぎだけど、だそのタイプの SS だったらダメージは稼げるってことなのかな。わかんない。これ元々かもしれないのよ、本当に。え、今更って言われちゃったらそういう前なんだけど、私は知らんかった、本当に。さあ、もう倒していこう。こっから特に見せ場ないし。見せ場がないというか、そう、パンドラね、若干残念なのは SS はね、使い勝手悪いのよ。果てしなく範囲は広がったんだけど、攻撃の。でも本当に範囲が広がっただけ。威力がそんなバカみたいに稼げるかって言ったら稼げないし、だから、直殴り優遇クエとかだと、まあ、ちょっとね、火力不足になるかもしんない。このストライクショットは。マインスイーパーはね、M から EL に一気に変わってるんで2倍だよね。そこは素晴らしいんだけどって感じ。この角度で打てば多分全部拾うんじゃないの？で、サソリ注目ね。はい、21。おかしいよね。防御力ダウンしないんだけどね。はい。で、防御力ダウン状態だと、40くらった気がするのよ。ほら、45。でもヒット数は2。これね、もともとだったらごめんね、本当に。私が勉強不足だっただけなんだけど、まあ、とにもかくにも、実はそんな小技がありましたっていう話ですよ。あとはもう友情コンボで気持ちよく削って終わりたい。気持ちよく。このポコ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 。1200万。友情コンボで1200万だよ。まあ、多少殴ってるけどさ。どんだけだっつう話だよ。ああ、もうほんとね、まあ、真田、雪村はね、もう一声強くしてほしかったな。カウンターキラー L かスワビでカウンターキラー M または超重力バリアをつけてもらいたかった。そして最後に友情クリティカルで気持ちよく終わろう。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。まあ、よろしければね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたし。ます。ほいじゃ、バイバイ。パンドラは可愛いし強いしいいよね。一応ね、3体目も身の厳選はちゃんと頑張っていこうと思ってはおります。でも、平面照明もちょっといいなと思ったよね。バイバイ。